酒造は創業が1848年江戸時代の末期嘉永元年に常滑市の小場町というところに創業をいたしました。創業当時は海のすぐ近くに蔵があったんですけれども、嘉永の7年に起きた地震で津波の被害を受けたので今のこの地に移築をしてきました。清酒白露という銘柄のお酒を作っていて、白露の白はお米を白くなるまで磨く、今は原材料を大切にして丁寧なお酒作りをするという姿勢と、露は不老長寿の露という意味と老成の技という2つの意味を、その銘柄の中に込めています。白露の作っているお酒なんですけれども、お米の旨味が豊かに引き出た日常にこう寄り添うような、毎日の料理に寄り添うようなお酒を作っています。澤田酒造では古式伝承の作りを大事にしています。古式古い、製法を伝えておりまして、代表的なところでは、お米を蒸す道具に木の古式を使ったり、麹作りには二麹という大変手間暇のかかる製法でお酒を作っています。そして仕込みのお水は知多半島の湧き水を使って、丁寧に手作りでお米の旨味の出たお酒を作っています。つけ太郎と申します。アツカン DJ というですね、世にも奇妙な職業を名乗っているんですけれども、簡単にお伝えするとアツカンの専門家ですね。すごくアツカンって人によってこう味が変わるんですよ。同じお酒で同じ温度でも全然味が変わったりとかしてですね、なんかすごくこう技術が分かりやすく出るようななんかお酒の飲み方なんですね。でそれがすごく楽しいなと思って、ハマりまして、自分の生業として今は活動しています。澤田さんのお酒ってものによってね、結構いろんなお酒の味わいの幅があるんですけど、特に僕が好きなところのお酒でいくと、やっぱり本当に米の旨味や甘みがしっかりと表現されていて、こう芯のある味わいっていうのがやっぱ感じられるようなお酒の部分ですね。でそういった芯のあるこう味わいのおかげで、温めたりとかして温度に変化をつけてもすごく美味しくいただけるというのが僕はすごく魅力的だと思いますね。今回のお酒のチョイスというのが、お料理に合わせた、お酒のチョイスなので、アツカンを知ってもらうっていうよりは、温度を上げるとお料理との相性がずっと良くなったりするんですね。で今回それをぜひ体感してもらいたいっていうのがやっぱすごい思ってるところですね。日本酒自体をどうやって今まで飲んでもらってない人に飲んでもらうのかっていうのは、もうどこの酒蔵も本当に深く悩んで考えているところだとは思うんですけれども、一つにはお酒で楽しい体験をしていただくっていうのがすごく大事なのかなって思うので、当社の場合は酒蔵開放というイベントを通して日本酒を楽しみながら飲んでいただく機会を作って、でその中で熱燗に触れてほしかったのでつけ太郎さんに同乗していただいて、本当に大成功だったんですけれども、はい、そういう日本酒の美味しい飲み方の機会をどんどん増やしていくことに尽きていくのかなと思うんですけど、どうお考えですか？そうですね、今カオルさんのおっしゃったように、
楽しい体験をしていただく。ですごいやっぱ、まあ、エンタメ化っていうのは一個キーワードになるかなと思っています。でその中での扱ってすごくエンタメに向いているんですね。例えば同じお酒でまずじゃあこれ飲んでみてください、飲んでは美味しい、でこれが温めたやつです、飲んでみてください、わあ全然違う、もうこれですごいエンタメになるんですよね、うん、なんかそういったやっぱりなんかすごい今どんどん時代が体験の時代になってきているので、やっぱりその体験をいかにあの今までない体験をしてもらうかっていうところでいくと扱うすごい向いてると思います。でもっと言えば、チタの食材や調味料をとチタのお酒を扱うという、エンタメのフィルターを通して新しいなんかこう味覚体験を今までなかなか飲み慣れてなかった方々にどう届けるかみたいな、まあ、そこをいろいろと進めていければもっともっとすごいポテンシャルが秘めてるチタのお酒の、文化だと思いますね。